7月10日から始まるウルトラマントリガーニュージェネレーションティガー、主人公真中健吾を演じます祭りナインの赤色リーダー、牛剣出身寺坂雷我です。お願いします。その答えればっていう自分の力に入る、やりました。いやー嬉しいです。僕も小さい頃から岐阜でヒーローになるということを夢見て、そしてこの世界に入って、夢を追いかけ続けてきたので、その結果がようやく出したこと、ヒーローになれること、本当に嬉しく思ってます。その思いを育ててきたのはやっぱこう岐阜の地だったりとか東海の地だったりしますので、よりその夢が叶っている姿というのはぜひこれ地元の皆さんに見ていただきたいなと思っておりますし、純粋に今回の作品絶対に皆さんも毎日頑張ろうと思ったりとか、皆さんがより笑うようなそんなきっかけになれる作品だと思いますので、ウルトラマントリガーニュージェネレーションティガー、7月10日から皆さんぜひ見てください。よろしくお願いします。